2023年6月15日、木曜日に韓国でデビューした、ファンタジオ所属の8人組の K-POP 新人ボーイズグループ、ルーンエイト。そんな彼らにロールモデルや今後の活動の目標などについての話をたっぷり聞いてきました。今回は、イアン、ジュウノ、ウンソプ、ドヒョンが登場簡単フ。ルーンエイト、ルネート、チャエル、カエル、ジンス、ジンス、タクマ、タクマ、ジュウ ジュヌ、ルヒュン、ドヒョン、イアン、イアン、g u n 法、ジューの EUN セオップ、ウンソプのメンバー8人で構成されたルーンエトは、暗い夜を明るく照らす月明かりを抱いた8人の少年、という意味を持つ。光を放つ月のように魅力的な歌声で完成したネラクトパワフルなステージにより、ポジティブなエネルギーを伝えたいというルーンエトの堂々とした抱負と自身が込められている。チャエル。 カエル、2001年12月7日生まれの21歳ラップ担当出身地韓国ムティエスフジンスジンス2003年2月5日生まれの20歳リーダーメインボーカル担当出身地韓国ムティイーイスフィユタクマタクマ2003年8月5日生まれの19歳ボーカルダンス担当出身地日本ムティエスフ イスフ、ジュンウー、ジュヌ、2003年9月21日生まれの19歳。ボーカルダンス担当、出身地、韓国、ムティ、エストジ、ルヒュン、ドヒョン、2003年10月23日生まれの19歳。ラップ担当、出身地、韓国、ムティ、イスフジ、イアン、イアン、2003年12月11日生まれの19歳。 ボーカルダンス担当、出身地、韓国、ムティ、エスフジ、GEUN 法、10の、2005年5月21日生まれの18歳。ラップ担当、出身地、韓国、ムティ、エンプ、EUN セオップ、運プ、2006年6月18日生まれの17歳。ボーカル担当、出身地、韓国、ムティ、エスフ、 練習生時代に一番記憶残っているエピソードは、ドヒョンくんより大きいメンバーのみんなと一日中練習して、飯を食べに行ったすべての瞬間が思い出されます。わら。本当にデビューのために頑張ったなと思います。イアンくんより大きいメンバーと一緒に自転車に乗って観光、韓国の側、で散歩したのが楽しかったことですね。ジュウノくんより大きい些細なことですが、みんなで夜食でタッカンジョン。 韓国式唐揚げを頼んで食べたこと。メンバーと汗をかいた後に一緒に食べたからかわからないですけど、すごく幸せな思い出として残っています。わら。うんそくくんより大きい休日にメンバーのみんなと一緒に遊園地に行って遊んだのが一番記憶に残っています。アトラクションもたくさん乗ってチュロスも食べて楽しかったです。わら、K-POP アイドルのロールモデルは誰 ドヒョンくん NCT のジヒョン先輩です。ステージの上での堂々としたパフォーマンスやオーラがとてもかっこよくて学びたいと思っています。イアンくんより大きい BTS の V 先輩がロールモデルです。V 先輩にしか出せない雰囲気とステージ上での表情や見せ方がすごく大好きで、僕もそんなアーティストになれたらと思います。ジュノくんより大きい NCT のマーク先輩簡単譜。 マーク先輩ならではのヒップホップさがかっこよくて学びたいですし、パフォーマンスするときに参考にしてやっています。うんそプくんより大きい事務所の先輩でもある、アストロのユンサナ先輩です。ギターを弾きながらアコースティックな曲を歌うサナ先輩の姿がすごくかっこよくて、僕もやってみたいと思いました。日本に来たら食べたいもの、行ってみたい場所は、 ドヒョンくんより大きい日本に一度も行ったことがないんですけど、行けるなら大阪に行ってみたいです。僕、本当に日本の文化に関心が多くて。大阪はたこ焼きが有名だと聞いたので、道頓堀に行って現地のたこ焼きを食べたいと思っています。わら。韓国でも感食でよく食べているくらいたこ焼きが大好きなんです。 イアンくんより大きいタクマのご両親のやっているラーメン屋さんに行ってラーメンをお腹いっぱいに食べたいです。ジュウノくんより大きい僕はお寿司屋さんに行って美味しいお寿司を食べたいです。ウンソプくんより大きい日本で食べてみたいものがたくさんありますけど、その中でもコンビニで売ってるものを食べたいです。コンビニに美味しいものが多いと聞いたので、わら。特にデザート系を食べてみたいですね。あと、 行きたいところは温泉です。ドヒョンくんより大きい。長く活動をするグループになりたいです。そして、いろんなコンセプトに挑戦していきたいし、ル英エトならではの姿をお見せできればと思っています。イアン君より大きい。一番の目標は新人賞を取ること。賞を取れるように頑張りたいと思います。自由の君より大きい。僕もドヒョンさんと同じく、 ルーン8のいろんな姿を皆さんにお見せしながら長く活動することを目標にしています。運んそくんより大きい。僕たちのグループが世間的に有名になって、ルーン8が一つのジャンルになれたらと思います。ファーストミニアルバム、コンティニュー。発売簡単譜かっこいいルックスと新人らしくない未利きを兼ね備え。 全世界のクポップファンたちから熱い中目を浴びているルーン8がファーストミニアルバムを発売簡単譜。旅の始まりを告げるルーン8発のデビューミニアルバムコンティニュー。にはゲーム上で負けてしまってもコンティニュー。ボタンを押してリセットするようにどんなことでも諦めずに挑戦し続けるというルーン8の意思が込められている。取材、最上映編集、斎藤夏樹。